危ない危ない危ない、いいよ、事故になってます、あ、間違えた、めちゃくちゃ安い。お土産で。ミチダメだった今の。まずだった。これだ、これ誰ですか、これこんがりや。旅する熊だけ。冷蔵庫積まなきゃいけないと思って。せーの、はい、あげたおはようございます、コウスケでございます。今日はですね、下田3日目ですね。ただいまですね、竹の子村に、宿泊、なりちゃんです。竹の子村にですね、宿泊しているんですけれども、昨日もね、ずっと海で遊んで、今日はですね、爪木崎海岸、いつも行ってる海岸に、こちらからですね、だいたい30分ぐらいなんですけれども、行ってですね、サップをやったり、カヤックをやったりして、できたら海の様子を見て、行けるんだったら奥の入り江まで、家族全員を連れて、行けたら嬉しいなと、昨日はできなかったんでね。そう、カツオの烏帽子が出ちゃったんですよ、昨日。まあ、見たい方はですね、ぜひ昨日の動画を見ていただけたら、前回の動画見ていただけたら嬉しいんですけれども、今日はですね、ちょっと下田でしか、南伊豆かな、でしか食べれないグルメだったりとか、まあ、爪木崎のご案内だったりとか、させていただくような動画になったらいいかなと。風が強いですね、ただ。まあ、どんな感じのシュノーケルになるか楽しみではございますが、今から準備して行ってみたいと思います。レッツゴー。旅する勝間岳。おはようございます。はい、今日今下行けますか。あ、8月からなんですね。あー、この前がね、行けるよ。はい、はい、それでは到着したんですが、駐車場がですね、 下の駐車場が8月からということでございました。なのでカヤックはね、ちょっとしんどいので持っていけません。本当はね、ここの駐車場が使える予定だったんですけれども、8月からだと。これをね、下ろすことはできませんよ、さすがに。重たすぎて。帰りも大変だし、サップぐらいにしときたいと思います。もう抜いてあるけど。入ってきた。今ですね、視聴者さんのお名前は、あ、和田です。龍一。龍一さんがですね、今お声掛けをさせていただきまして。嬉しい、マジで。爪木崎海岸で。マジっすか、嬉しい。ありがとうございます。お声掛けしていただきました。ありがとうございます。ビアゲンビレッジも来たことあるという。いや、何回か。すいません、ちょっと僕お会いできなかったんですけど、はい、またぜひ、いや、よろしくお願いします。来ていただけたら嬉しいなと思います。今日、黒の水木さん、持ってて。あ、そうなんですね。はい、トレーラーの乗ってる。トレーラーです。何を乗ってます。僕は、アドリア。アドリアを乗ってるということで、はい、ちょっとまたそれもレビューさせていただきます。あ、ありがとうございます。はい。ということでございました。今から楽しみたいと思います。はい、でそれではですね、お水の温度がどれぐらいか、チェックしましょう。冷たい？大丈夫や、気持ちいいじゃん。あ、結構冷たいか、これ。結構冷たいですね、これ。小野市にダメかもね。これは冷たいね。かなり海水温がですね、冷たい。びっくりするぐらい冷たい。ここまで泳いできたんですけど、2人をここに残してサップでこっちに来たいなと思います。便利ですね、サップは。水はめちゃくちゃ良くて、この綺麗なんだけど、ちょっと冷たい。
龍一さんにガーリックシュリンプをいただきました。こんなたくさん、ありがとうございます、すごい美味しい。食べたい？ OK。 旅する勝又家。はい、ちょっとですね、水が冷たすぎて午前中はシュノーケリングほとんどやってないんですけれども、ちょっと午後は頑張って少し沖に出てお魚を取れたらいいかなと思ってます。いけます？潜れます？タイムリミット10分だね、多分ね。マジで冷たいんですよね。みっくんどうですか？寒いね。後ろに裸で泳いでる人がいる。信じられないね。やばいね。ちょっとパパこの辺の周り潜って撮ってみるわ一回。待ってて、温まってて。いいですか？楽しんでますか？いいね。はい、それでは撤収が完了いたしまして、これから上に帰らなきゃいけないんですけれども、強風の中サップを持って、お兄ちゃんこれ行って頑張りますか。で、上まで上がりましょう。あそこまで結構タフです。そしてカヤックは積んだけど今回は使わなそうな感じですね。 OK、 抱っこしよう抱っこしよう。はい、よいしょ、よいしょ。はい、みんなよく運んできましたね。ありがとうございました。みんなありがとうございました。積み込みます。Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece? ちょっと今からですね、今日のバーベキュー用の美味しいシーフー、どうした？どうしたの？どうしたの？かき氷もらえなくなった。怒ってんの？あ、怒ってる怒ってる日。怒ってる。ああ、怒ってる。ダメ、ノー。ノー。やめて、あ、これ。ダメ。やめてください。もらってたんだから。そうよ。何全部見てる？はい、ということで、シーフードを買いですね、何水産かはちょっと忘れちゃったんですけど、すごい、脱皮エビっていうね。脱皮エビ殻ごと食べれる。食べれる。脱皮エビを買いに行きたいと思います。あ、泣いてる。食べたのに。恥ずかしい。食べたのに。あーすごい。旅する勝又家。ママがどうしても洗濯をしたいと。洗濯母ちゃんなんで、コインランドリーを見つけました。カラオケなのかランドリーなのかわかんないけど、どっちなんだいってこれ多分ランドリーなんでしょうね。あ、カラオケもやってますね、本当に。やだ、カラオケをやってる間にランドリーでっていうね。あー、難しいんですけど。回ってますね。3台しかないけど大丈夫かな。到着いたしました。ちょっと読み方がわかんないですけど、朝日業丸水産なんて読むんですかね。なんて読むんでしょうね。ちょっと後でつけときます。久々です、ここ。来たの8年ぶりぐらいかな。本当におすすめなんで、脱皮エビ。他の干物も美味しいんでね、買っていきたいと思います。旅する勝又家。お疲れ様でした、ママ。お疲れ様です。どうですか、洗濯終わって。もう本当、これからなんかやる気が出てきたかもしれない。よかったですね。それが安心で。大好きですね。大好き。落ち着かないもん。日中は。
お顔真っ黒になっちゃって。口開けちゃったね。ねえ、開けちゃったね。ずっとねんねんしてたね。楽しかった？寝起きです。日中は。よし、うん、日中も絶対。おいしょ。ありがとう。足気をつけて、日中。ありがとう、やってくれんの。やめてーって。Love and go is so cool. Sweet, sweet. 危ねえ、危ねえ、危ねえ。行きようじゃん。今日もで紹介しないとね。うん。今日はホップキャラバンを飲んでいきたいと思います。いつもなんですけれども、やっぱりこれ本当暑い日にね、めちゃくちゃ飲みたくなるビールです。ありがとう、ニッチ。だ。よし、やった。入っちゃった。一本入っちゃいます。先に入ってたって。オッケー。ビールのコップ持ってる？持ってる。ありがとう。はい、いただきます。乾杯。お疲れ様でした。美味しい。パパ。このね、脱皮エビってみんな見たことないと思うんだけど。あ、いいわ、いいわ。これみんな知ってる？脱皮エビ全部食べる。こちらでございます、脱皮エビ。まだこんぐらいにこちらです、脱皮エビ。殻ごと食べれる。水とかやってた。あー、危ない。あちぃ、暗かった。こっちに入ってなかった。びっくりした。だけもう醤油の味が付けられてまして。醤油？うん、塩じゃないの。すごい美味しいんです。これこれさ、わーあっちや。これダッピエビ。え、じゃあ素手でいけるくない。これすごい凍ってるね。パパ貸してる。動いてないでしょ。足をなんか生きてた。うん、熱いよって。うーんって言ってんの。ないちゃんも締められてるから好きなんだよね、アンパンのはね。アンパンいる。アンパンいる。いたね、アンパンいた。アンパン、アンパン、ずっとアンパンガーン、アンパンガーンって言ってたんですけど、やっとアンパンマンって言えるようになったね。アンパンマンって言えるようになったんだよね、日ね。アンパンガーン、アンパンガーンだったね。脱皮エビだから。脱皮エビとあと干物のバーベキュー。そうです、今日は海鮮バーベキューということで。共用水産でしたね、あの読み方。共用水産。もういい？まだ焼いてた方がいいじゃない。うん、美味しいことところ食べた。うまっ、最高。ミッチ、ダメダメ。このそれ食べようとしちゃった。美味しい。美味しいよね。食べれる。皮も柔らかいでしょ。いいね。タコだよ。タコ。味が。ミッチ、ダメダメ。食べれるの？魚苦手だけど。そう、エビはね。うん。めっちゃ香ばしい。おいしい。うん、何年ぶりこれ。そんなね、なんかこういうこと言うから食べたくなってきちゃう。いや、美味しいよ。いいね。僕、あ、頭もうまい。お味噌が出て。ニチ、あ、ショウさん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 、ウィーナー、ウィーナー、こっちこっちこっち。ダメだった。ダメだ。あ、これこっちこっちの、あ、皮だけ食べたんですよ。一回焼くんですよ。じゃあ続きましてこちら。わお、干物、これで1,250円。何水産だって、アジが3枚の、キンメも入ってる。エコダイ3枚、キンメが3枚です。うん、ユーマ1,250円、安っ。何して、なんか傷物って言ってたんだけど、全然どれが傷か分かんないね。ね、まあ、傷物って言われてるのをお土産にしちゃってんだけど、思うんですけど、やっぱり災害が多いこの国からやっぱりどうにか脱出したいっていうのがね、どうやってか脱出したいです。僕たち家族は誰も賛同してくれないですけど、どうにかオーストラリアに行きたいです。誰かいろいろ教えてください。移住計画ね。富士山噴火と南海トラフ、どう？南海トラフやだ。南海トラフやだよね。どう逃れるかっていうのがね、今後の旅する勝又家のテーマでございます。群馬県に引っ越す。群馬県に引っ越す、いいね。群馬はあの災害が少ない県ですよね。でも浅野山だっけ。浅間山、あそこやばいよ、噴火したら。まあでも富士山の噴火に比べたら、あ、バリ違う、バリも噴火するんだよ。バリもそう、あ、群山っていうのがあってね。青森はどこですか。
栃木関東下でした。旅する勝俣家。まあ、もう事件発生でございます。今ガスのボイラーをですねつけてたんですけど、途中でガス欠してで新しいのに切り替えたらつかないと、多分なんかエアが入っちゃったかガスがついてないかというところで、で今コンロを回してたんですよね。コンロ回して引っ張っていけばみたいな感じで、なんかちょっとホビー の冷蔵庫問題みたいな時の一緒なんですけど、今前さんに確認したらちょっとイグナイターがついてるかカチカチ言ってるかを確認してくれということなんで、一回それしていきたい。お風呂がね、今とりあえず今エレクトリックボイラーでやってるんですけど、ちょっと時間かかっちゃうんでね、ちょっと一回そうガスがいいですよね。贅沢な女だ、贅沢な女だ、贅沢な女だ。もう一回今エレクトリックを切ってガスを入れてみますね。これでイグナイターついてるかっていう、チッ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 って言ってるか、来てます。来てる、いきなり来てます。すいません、お騒がせなのは動画だけでした。すいません確認まずしてっていうところですね。虹大丈夫、お腹痛い、踏ん張ってんだよね今ね。頑張れ頑張れ、ニーチ頑張れ。生まれない、硬いの、うん、映さないでって感じ、映さないでって感じ、うん、頑張れ頑張れ頑張れ、うんして頑張れ。にちうんち、その前でパパはプリンを食べます。うんちちうんちちうんちちしゃん、にちのうんちちしゃん、にちのうんちちしゃん、うんちちしゃん、にちのうんちちしゃん。これもう6代目、6代目のです。作詞作曲ママうんちちゃんカンパーイ。旅する勝俣家のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブルーイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。